おはようございます。朝です。今日はちょっと時間がないけん、15分したらすぐ終わります。はい、おはよう。エマちゃん、おっさんボイス、今日は美人さんですか？いや、今日というかね、今回ね、もう本当に私も服選ぶのがめんどくさくて、こうなんて言ったらいいんだろう、凝った服を着るのがすごいめんどくさい。なんかこう歩くにあたって邪魔になるような服というか、なんかそういう服が嫌なんですよ。だからもうまたワンピースで、ワンピースしか持ってきてないんです今回。これもワンピースです。はい、そうなんです。はあ、なんかね、昨日ねめっちゃ外歩いて、逆にというか外歩いたけんさ、次さ花粉がちょっとね、ある気がします。ナッシーさん、おはようございます。ありがとうございます、来てくれて。ワンピース売ってなかった？ちょっと前に買った件かな。おっくんさん、すっぴんですか？ね、なんかコントロールカラーみたいなベースのクリームっていうかな、なんかを今塗って眉毛だけ描いてる状態です。今日眉毛うまく描けなかったんですけど、どうせちょっとまた落ちてくるんで、本番前にもう一回描きます。昨日愛知花粉すごかった。やばいやん。まあ大丈夫っしょね。あ、でもわしら仲やけんね。ね、からまあまだまだ。太陽さん、かわいい、ありがとうございます。ガタガタさんもおはようございます。なんか私さ、この前病室行った時に髪の毛枝毛だけ切って、でトリートメントのなんかもっといいやつっていうんかな、こうトリートメントにちょっとストレートのなんか効果が入ったやつをやったんですけど、すごい、なんかこうやって見たらあんま分かんないかもしれないんですけど、いつもすっごいめっちゃアイロンせんとまっすぐにならんのに、結構アイロンほぼほぼせずにこんな感じで、すごいなと思って、普通にびっくりしました。ちょっとまだね、目がむくんでますね。すごいむくんでる気がする。みさきちゃん、おはようございます。ますままさんもおはよう。大二郎さん、今日寝れなくてずっと起きてた。あ、でも私もあんま寝れんかったかも。なんか1時ぐらいに確か寝たんですけど、なんか3時とか4時とかにも起きて、結局で5時半に起きる予定やったんが、それで何回も寝て起きて、5時半にも起きたのに、もう一回寝てというかダラダラして、で6時になっとったんか。でも間に合いましたけど、やっぱメイクせんかったら間に合いますね。全然そうなんですよ。だるまさん、モバメありがとう。あ、モバメ呼んでくれたんや、ありがとう。こちらこそ、返信とかねしてくれてる人いつも見てます、ありがとうございます。本当にこうコミュニケーション大事だよ。あ、としくんもおはようございます、ありがとうございます、ってくれて。夜行バス寝れないよね。なんか私も何回か乗ったことあるけど、なんか前に座ってる おじさんというか、まあ男の人がすごい椅子下げてきて、さすがに言ってみたんですよ。ちょっとなんかすごかったんで、そしたら怒られました。怒られたというか、こんぐらい下げて当然やろみたいな感じで言われて、あ、はいみたいな、全然寝れんかった、ちけえなーみたいな感じで全然寝れんかった。そう、状況一緒。ほんとこれあるあるかな。怒られましたもん、なんかかわいそうでしょ。
そうなんですよ。笑うしかないよね。だから私新幹線とかでも絶対言わないんですよね。後ろがメンバーだったらすごいいいんですけど、下げるよーって。そうそうそう、確かにやっぱ一言言って下げないとあれだね。一言言われなかった、あの時一言言われずに下がってきて、おーおーわーわー急に、しかもめっちゃ下がるやんみたいな感じになってその時やっぱ一言は必要です。そうです、珍しいお洋服。これはもうだいぶちょっと春っぽいかなっていう。今メイクしてないけん服が映えんのやけど、まあ入りだけなんで大丈夫っしょ。そうです、ワンピースです。これもワンピース、昨日とまたちょっと違った感じの、そうなんですよ。だからそう、一言言えずに、私はずっと一言言えずに直角です、新幹線。基本的にはね、大体でもメンバーと乗ることが多いけん、新幹線はなんかそういう時は後ろがメンバーやけん下げるよとか、下げるって向こうからなんか下げなって言ってくれるんですけど、なんか私てかまずその新幹線の椅子が下がるって知らんくって、最初初めて乗った頃、なんか初めて乗ったのは多分怖くとか、初めての怖くとかそういうのだったと思うんですよ。去年のまあ今頃かそんぐらいのとかだったと思うんですけど、なんか下がるのを知らずに、もうずっと私が帰り道にの新幹線でこうメンバー全員で帰ってる時にずっと直角で座ってたんですよ。普通になんか別に我慢してとかじゃなくって、下がるのを知らなくって、なんか周りの人下げとるけど、なんかどうやってやったんやろうと思って、普通にまあいっかって思って普通に下げずにおったら、後ろに座ったんが S 愛理ちゃんと吉崎彩ちゃんで、なんかえ、ディオンずっとそれでおったみたいな感じで言われて、で下げなみたいな感じで下げてもらいました。あ、やっぱ下げれるんやみたいな感じでそう、まあ、ちょっと分かんなくて、それが普通にそのままおったらびっくりされて、え、そのままおったみたいな感じそう、やばいよね、びっくりしましたなんかもうそのあやちゃんとあいりちゃんはもうなんか後ろ見たら普通に、まあ、後ろメンバーやったけど普通に下げて、でお土産のお菓子も、お菓子というかお土産のものも買って食べてて、すごい優雅に過ごしてて、あ、こうやって過ごすのかって思いました。私はなんかお土産とか買いたかったけど、確か時間がなくて買えなくて、時間がなかったわけじゃないけど、私は怯えて、そのみんなみたいにギリギリに、みんなもギリギリじゃ結局なかったんやけど、その買ったら買った分早く乗り込まないといけない感じ の、 そのすぐそこの売店で買い寄って、これで買い寄って乗りそびれたらめっちゃ怖いと思って私買わんかったんよ。で、わ、買えんかったとか言ったら、あのカニャン、当時まだ距離のあるカニャンがリヨンって呼んでくれて八橋をくれたんだ確か。そう、まあ、あの頃は本当にお姉さん組にお世話になってて、すごい田舎者だなって思われてたのだと思いますねそうなんですよ。飛行機も倒れるらしいけど、別に今までそんなになんか、まあ、倒れなくても支障なかったんで倒してないですね。なんか極力別にそのこう初めてお会いするような方とコミュニケーションを取ろうと思わないので、そんなによっぽどの限りじゃない限りはね、うん、そう、それがカリアンとの恋の始まりだったと言っても過言ではないかというと、そうではないかもしれないけど、でもなんかこうなんて言ったらいいんだろう、やっぱり推しなんで、なんかあ、やっぱりいい子なんだみたいな、まだこう一般人とアイドルみたいなとこあったんで、そういう時、 そんな時、その時、今もそんな感じなんですけど、なんか今はカリアンのその本当の姿、
本来の性格だったりとか、そういう面とかも見て好きなんで、なんかまた違ってるんですけど、なんかその時はどんな子なんだろうなみたいな、どんな好きやけどどういう人なんやろみたいな感じで思っとったけん、あ、やっぱりこういう気遣いができるいい方なんだってこう思いました。その時からね、推しだったのですごい緊張して、あ、そうそう、だから八つ橋を食べながら喋ったんですよ。私ずっと好きで、挑戦者の時から本当にみたいな感じで言ってたんだけど、今思えばカニャンその時、あ、分かってるよ、バレバレだよみたいな顔で笑ってた気がする。 その時さ、まだ距離があったけどさ、みたいな感じで聞いてくるよったけど、今思えばあの笑顔はなんか、いや、分かってるよ、バイバイだよ、お前、みたいな顔してたなと思って。 そう、すっごい、そういうとこが好きなんですけどね。そういうとこがすごい大好きなんですけど、面白かった。やっぱね、なんか自分ももう年上メンバーになりつつあるけど、年上メンバーにはやっぱお姉さんであってほしいなって思いますね。やっぱなんか別に年齢でとやかく言うことじゃないし、あんまり関係ないっちゃ関係ないんですけど、やっぱどうしても引っ張っていかなきゃいけないのってお姉さん組だし、やっぱそういうお姉さん組がちゃんとこうなんか率先してお世話したりとか、そういう風にできるようになった方がやっぱ一番いいんじゃないかなって思うので、自分もまあそっち側になりつつある状態やけんね、そういう風に、なっていけたらいいなって思いますね。ブー。あとちょっとだね。ちょっとごめんね。今日はね、45分だったらちょうどで、しっかり終わります。そうなんですよ。だから、まあ、お姉ちゃん組はね、頼り強い、心強いので、いいと思います。あ、ゆのじさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。一応30分から始まったけど、31分、46分までになるかな、多分。ね。終わったら寝るのか。私は、まあでもなんか今日あんまり寝れてないけど、そこまでしんどいわけじゃないかも。てか最近すぐ目にゴミが入ります、なんか。ずっと悩んでる、これ。今日も頑張ります。ありがとうございます。今日も頑張っていきましょうね。今日も頑張っていきましょう。今日は愛知県のイオンモール木曽川町、木曽川町じゃない、イオンモール木曽川っていうところで、大人サバイバーのリリースイベントがあります。というわけでよろしくお願いします。 なので、ちょっと愛知県にね、行けるのはすごい嬉しいですよ。愛知県に行けるのすごく嬉しいので楽しみです。いや、味噌カツ食べたいんですけど、なんかその食べに行けるって言っても何を食べに行けるか分からなくて、だから決めてないのかな、多分。なんか北海道行った時もその場その場で決めた気がするけんさ。あ、本当だ、発表されてる。皆さんお知らせです。ABEMATV の矢口まりの火曜ザナイトに出演が決定しました。私もこれ昨日知ったので、ちょっとなんか、この番組私出れるのって感じなんですけど、時間帯的に。頑張ります。私とほのぴーと畑美咲ちゃんと安田愛理ちゃんと池松愛理ちゃんと長月みどりちゃんの6名で出演します。すごくない？深夜なんですごい緊張するんですけど、なんかちょっとまだね、心の整理ついてないけど頑張りたいと思います。あれ、15分経過せん？経過？経過せん？経過しません？なんかこういうので実感するわ、ほんと。ああ、大人になったんだなーって実感しますね、こういう時で。ほんとに。
初めてですよ、こんなこういうね、お仕事は。喧嘩したよかったー。もう前のがトラウマすぎて今すっごい嬉しかったわ、喧嘩してくれて。ちょっとね、ちょっと終わりますね、ごめんね、ちょっと終わります、ごめんね。またゆっくり配信する、今日はこれで最後になります。今日は愛知県楽しみます、よろしくお願いします、頑張ります、ありがとうございました、バイバーイ。